はい、どうもこんにちは、たかきっちです。さあね、今日が29日、少なからずね3日以内、いや2日以内には邪神が終わった後のね、25日とか10日のね更新した後の2、3日以内に天国開いてたけど、今まで天国開いてたんだけど、はい、全然開かれなくなりました。天国開くタイミングが遅くなってるっていうか、まあなんだろうな、邪神周回勢がいなくなった、もしくは、まあ、ドラゴンクエスト10ね、ちょっとね今やることないということで、しかもね、まあ、ビッグタイトルがね発売されたということでね、まあそちらの方にねみんな流れてって言ってる。はい、このアストレティアの世界寂しいもんですね。はい、お前が言うなっていう話ですけどね。はい、じゃあすいません。はいね、まあ、やっぱりフレンドさんたちもちょっとねやっぱりインしてなくなって、あんまりね、まあ、緑の募集とか見ても全然少ないね。まあそんな中でね、頑張ってドラゴンクエスト10盛り上げていこう、お前が言うなっていうね。はい、ということで今日はですね、はい、ドン、はい、ちょっと、え、何ですか高木ちゃん、エンマの絵消しどうしたんですかこれ。ちょっとまた嫌な予感するんですけど、高木ちゃんやめてくださいよ。じゃあこれね、はい、ドン、これねかなり高くなってる、11000ゴールド。まあでも高い時でこの値段をキープしてたのかな。でも僕が大体見た時って大体8000とか9000ゴールドで売ってたんですけどもね、最近っていうか、もう今日ねさっきずっと見てたらこの値段がね結構維持されてんのよ、11000ゴールドで。ちょっと確認したんですけど、ほら出品数がねだいぶ少ないのよ。うん、だいぶ少なくなってる。まあ、何事かというと、多分買い占め勢が買い占めて、ね、値段が上がったと思われるんですけど、まあ、なぜに買い占めたか、ガチのね防具職人勢が買い占めて、まあこの値段がね、この焼け石が次上がるぜ、もっともっと上がるぜって踏んでね、焼け石多分買い占めたんだろうね。まあ、ということでこれにね乗っかってちょっとエンマの焼け石金策ちょっと行こうかなと思って。はい、最近高木ちゃんちょっとどうしたんですか、金策ばっかじゃないですか。まあ、あれだぞ、ちょっとまあね、コンテンツって言ってもね、バトルコロシアム今日で終わりか、うんね、ぐらいしかちょっとやることないね。バトルコロシアムね、やっぱりね、興味ないですよ僕ね、ドラテンねやることないからね、モンハン行っちゃってるんですよっていう方ね。はい、ちょっとエンマの焼け石買っとけ、これな絶対これ上がると思うこれこの買い占めはちょっと異常だぞ。うん、っていうことで今日はエンマの焼け石も盗みたいんですけど、すごくねその副産物がとても美味しい、今日は盗み金策今日ご紹介していきたいと思います。はい、おすすめは2つあるんですよ、おすすめ2つ、おすすめの敵はね、まずねこいつね、爆弾サーカス、めちゃくちゃお世話になったよね僕これ。エンマの焼け石、一時期ねエンマの焼け石が流行った時にこいつを、倒しによく行ってきました。あれよっとあれよっと、メガサルロックの上に乗って今日も楽しむぜティアンディーっていうね、こう楽しんでるけどね、この坊やが、上に乗ってる坊やがな。うん、こいつね爆弾サーカス、なんと通常ドロップもねサンドフルーツを落とす。高木ちゃん、サンドフルーツってめちゃくちゃ安くなかったですか。今ねバザー価格1000ゴールドいってます。なので、まあ、2ドロも結構落としてうまい、敵なのでダブルで儲けれます。でね、まあ場所はねこのイニシエのグランゼドーラリオね、ここら辺、まあ、G のね3とか4とかにいるんですけども、結構いる。ただ魔界にもいる。高木ちゃん、なんで魔界の方がいいんじゃないですかって。うん、まあ、やっぱり魔界までちょっと行けてない人結構いると思うので、まあ、魔界前でありますか。うん、ありますよ。こちらバージョン、これ4点いくつかな、3か2かぐらいで行ける場所だよね。うん、なので魔界ちょっと僕行けてないですよっていう方安心してください。ここのね、イニシエのグランゼドーリア バージョン 4点いくつのかでね、来れる場所にねこいついるんで、こいつを買ってください。ただしこいつね、体勢が混乱、メダパにやってくるから、あ、ごめん、うん、混乱をね、混乱ガードが必須なのでね、混乱 G をしてるサポートを雇うようにしてください。で、
もう一つ僕ね一番美味しいと思ったのが、はい、この子ね、猫窓プゲラっていうね、はい、この猫窓今日ねかなりうまい。うん、弱いし、そんな嫌な攻撃してこないし、なおかつドロップが天使の鈴。これね、まあ混乱をなすアイテムなんだけども、混乱をね、ただ混乱を直す以外で錬金で混乱ガードをつけるときにね使うものなんですよ、天使の鈴。うん、で大体値段が1300ぐらいバザー格でするので、こいつはねエンマの焼け石もうまいし、天使の鈴も取ったときはうまいプゲラってぐらいめちゃくちゃ儲かる。うん、なのでこちらのね、僕は今日猫窓を今日をおすすめします。ただ一つだけ問題点があって、こいつね弱いから逃げてしまうっていうことと、あとねちょっと分布が猫窓を今日ねあんまりいないんだよね、ちょっと歩かないと猫窓見えない、このね緑のねあの気持ち悪いやつ、こいつが多いんだよね。猫窓を今日ってなかなかいないんだよ、ほらここにやっといたって感じなんですけども、まあただ L 呼びしていればまあ次のやつが現れるかなと思って、まあちょっとねこいつでね頑張ってやっていきたいと思います。バトじゃない、バトじゃない、あ、オッケーオッケー、はいはい、昨日ねあのねサポを出すのに一苦労したっていうね、もうごめんね、あーやあーやまあ、ね、ちょっと違うんだ今日は。ってことで今日もね、盗賊と踊る宝石のタッグでねやっていきたいと思います。かなり儲かりますよ。うん、ということでね、ちょっと待って、まあ、いつものごとくね、いつものごとく清さ肉まんをほら口に突っ込む、今日はもんちちさんからだね。でもって、清さ肉まんを10キッチやっていきたいと思います。レッツゴー。おい、来たね高木ちゃん、とうとう来たね、僕たちのところに来たのか、どん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 結んでてくれっていうこの猫窓くん今日ね、はい、まあ言うてもそんなね、ほらメラゾーマをしてきたところで大したダメージ、これ41、かわいい、これぐらいの値段なんですよ、これぐらいの値段じゃねえや、これぐらいの威力なんですよ。うん、なのですごい簡単に狩れる、で結構ね盗んでくれるんだ、体感ね大体一発で盗むで、ほら盗んでくれるんだよね。でしかもほら弱いっていうことで、ただただ獲物を呼びをするだけ、獲物を呼びをするだけでどん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 買ってってくれる、楽ちん、ね、大して耐性もいらないしね、脳耐性でいいですしね。うん、魔界のモンスターって弱くても意外にその辺は盗めるよね、盗める。うん、普通の通常の猫魔道だと全然盗めないよね、盗めないっていうか盗んだとしても結構ねレアドロね落とさないんですけど、まあね、まあ、エンマの焼け石じゃないんでね、そもそも猫魔道の元々の普通の猫魔道はね、まあ、なんですがやっぱり体感ね魔界のねモンスターっていうのは意外に盗めるので、できればね、ストーリーねまだまだそこまで行ってないよって方はね、魔界までなんとかねこのゲルヘネねゲイヤまで行けるようにね進めた方がまあはかどるかな、はかどる、うん、はかどるかな盗みは。ってことでもう待たなくていいんで門絶をやっていく。おい、あれでも天使の鈴、はい、ゲッチュ、うまいな、あうまい天使の鈴。いやこれねいつもね僕混乱 G をねつけてる側で買ってる方なんですけど、まあ天使の鈴いつも高いなと思ったんですけど、まあこうやって金策にしてるともうね高らかなねもう笑い声しかないですね、わっはっはっはって、うまい金策ね、うまい、これはねもうやってる金策をやる側としてはうまいですよね。はい、ね、C から取ったね、 C から袋ね、はい、この袋は C から取ってね、あとは呼ぶだけ、とにかく獲物も呼び寄るだけ、あとはねもうコトリンが多分ねガンガン行こうぜの方がいいのかなこれ、うん、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜの方がとにかく攻撃してってどんどん減らしてくれるので、あとは盗賊とこの袋で盗むをやってくれればあっという間にねもうエンマの焼け石がねもらえるという、あー眠らせた、これがちょっと痛い、これが痛い、眠りができれば腕とかにはねあの
何眠りとかね、攻撃時眠りとか、逃げ出したね。逃げるんだこいつら。攻撃時眠りとかの腕をつけない方がいいっていうのは、サポが攻撃しなくなっちゃうんですよね。うん、止まってしまうので、盗みとか経験値とかもあまり惜しくなくなっちゃうんだよね。なのでちょっと A を起こして、ほらコトニーもデュアルブレーカーやれなくなったでしょ、デュアルカッターを。うん、寝るとねちょっとね攻撃が止まってしまうのでね。おいしょ、あらららら、倒しちゃった。はいはい、ごっちゃん多いじゃない。はい、エンマの焼け石ゲッチュ。おお、目の前に来てくれたね、ありがとう。僕高木ちゃんね、僕をやっつけてエンマの焼け石どんどん取ってってねっていうね、この猫窓教訓のね、心のね気持ちがねふつふつと伝わってきました、ありがとうございます。さあどん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 呼んでいきましょうね。まあ割とね敵としてはそんな強くないから、例えばあのね爆弾サーカスね、ちょっと痛いんですけどって言ってる方はね、早々に魔界まで進めてもらえばね楽ちんなので。まああとねちょっといろいろのね金作部分を出してるんですけど、最近ね金作のね動画をね、やっぱりねモンスターによって体感でね落とす落としにくいっていうのすごいあると思うのよ、個人差でね。これはなんか分からんけどね、まあ、ドラクエランダムの数値なのかね、これドラクエ乱数ってやつなんですかね。うん、人によっては僕ねナイトメアリーフ落とさないんですよなかなかねとかいう方もいればね、ねエマの焼け式ね、あの砂ね砂とか落とさないしってねっていう困ってる方いると思うんですよ。うん、なのでやっぱりねそれはね自分に合ったモンスターっていうか自分に合った金策をねすれば一番いいと思う。うん、あこいつはね落としてくれるなと。うん、このモンスターは落としてくれるから楽ちんだな、いいねっていう。でその中でやっぱりね2ドロがやっぱりね美味しいねモンスターはなおうまい。うん、っていうのはどっちにねでも嬉しいからね。まあやっぱりエンマの焼け石の方がうまいけど、エンマの焼け石の方が美味しいけど、やっぱりでも出ないよりはね出た方がいいからね。はい、ありがとうございます。天使の鈴ごっつぁんです。うわうまい、なんかやっぱり2ドロもうまいとさ気持ちね心軽やかになるね。うん、2ドロ出てガックシーとかじゃなくてさ、レアドロだけじゃレアドロだけじゃないと意味がねえんだよとかっていうモンスターよりは両方うまいとねなかなかね心がね軽やかになってね、もうこうやってスキップしたくなりながらねこうやるよね。うん、うわい猫窓当たると美味しいっていう思いをしながら、ちょっと NP 回復しとんなね盗賊ちゃん。だから探検だとちょっときついよな。うん、いや文句言ってるわけじゃないですけどね、ごめんなさい。モンチッさんしましん、いつもありがとうございますモンチッさん。なのでまあね僕のおすすめとしてはやっぱりこの猫魔道くんをね やるのが一番だと思うので、両方うまいので、ね、よければやってみてください。ってことでまあねちょっと30分頑張ってやっていきましょう。はい、ってことで30分終わりました。さあ結果はこれはね、2ドロもうまいし、はい、レアドロもうまい、14個、天使の鈴98個、結構取れた。じゃあ、いくらなのかなって見てみると、え、高っ。え、ちょっと待って、1個売りで1万1000でしょ ?1万1450だから、14個取れてるわけで、まあ13個で1万5000っていうのでなんかあるんですけど、これはちょっと売れてないね。なのでこの30個の値段に合わせるとして、モンチッチさんじゃ70時間で1万3600ゴールドなので、1万3600ゴールドなので効果はい、19万1000ゴールドで、でなおかつ、天使の鈴もう98個取れてるわけで、98個っていうことは、まあ、99個1300として127400かけー、はい、合計で30分31万8400ゴールド。めちゃくちゃうまい、これはうまい。いや多分今まで最近でちょっと金作出してきた金作の中で多分一番美味しい金作だと思う。ちょみんな乗り込め、これ乗り込めだな。お2ドロうまいし、レアドロもうまい、31万8400ゴールド、これはうまい。
ということでね、今日はですね、閻魔の、ね、焼け石&ね、ツードロの鈴ね、天使の鈴でボロ儲けっていう動画でした。閻魔の焼け石ね、みんなで盗んできましょう。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。